皆さんこんにちは。今回は、視聴者の方から怖い YouTube 広告があったので探してほしい、というリクエストがあったため、捜索していきたいと思います。YouTube 広告って、人によって表示されるジャンルが違うんですよね。多分アカウントの年齢とか、見ている動画によって変わってくるんですかね。さて、こんなリクエストをいただきました。3年ほど前に、奇妙な広告が YouTube に流れていたとのこと。広告というのは、動画を再生する前に流れる CM のことです。広告ブロックしている人は見たことがないでしょう。この広告の冒頭部分で、12歳未満の方は必ずスキップしてください、と表示されるそうです。その後、男の子が帰宅するシーンになり、スキップ可能になるというものです。それからどうなるのか気になるのですが、リクエスト主さんはそれ以降は見ていないようです。今になって気になるとのことでした。確かに私も気になるので、今回はこの広告について調べてみましょう。まずは、目撃証言から YouTube の広告がどんなものだったのか考えてみましょう。一番特徴的だと言えるのが冒頭部分の12歳未満はスキップしろ、という警告。そもそも、12歳未満という境界は何の意味があるのでしょうか。映画の年齢制限に PG-12 という表記があります。どういう意味かというと、12歳未満の鑑賞には成人保護者の助言や指導が適当とされる区分、です。保護者が見せて良いか判断すれば12歳未満でも見て良いということになりますが、この基準は、小学生が真似をする可能性のある映画、が対象になるようです。最近だと鬼滅の刃が、この基準に指定されていましたね。この、12歳未満禁止、という基準、映画くらいしか見つからないので映画の広告だった可能性はあります。しかし、小学生以下、を縛るという意味で使われていたと考えると単に子供向けではないから見ないでほしいという意味合いで、冒頭部分にあの警告を差し込んだのかもしれません。皆さんが今見ているこの YouTube も、13歳未満の利用は避けてほしいと言っているくらいですからね。雑風呂もどちらかというと、悪影響がある部類に入りそうですけどね。冗談はさておき、子供向けの広告ではない、ということはわかりました。大したことはわかりませんでしたが、早速、YouTube 広告を探していきましょう。といったものの、過去に流れた YouTube の広告を見つけるというのは非常に難しいです。YouTube 広告は、お金さえ払えば個人でも簡単に広告を流せてしまうためかなり数が多く、期間も短いものが多いのです。一応、広告をまとめた動画を一つ発見しましたが、このように誰かが意図的に録画していないと残っていないでしょう。ある番組を録画していたらついでに撮れていたテレビ CM との違いでもありますね。ちなみに、一応、広告まとめ動画を確認しましたが、情報商材、効果があるかわからない健康器具など、この世の終わりみたいな広告しかなかったです。というわけで、もしかすると話題になっていた可能性にかけて Twitter で検索してみます。それらしいワードで根気強く探します。もし話題になるとすればやはり、冒頭部分の12歳未満はスキップしてください、の部分でしょうから、YouTube 12歳未満、で検索し、3年ほど遡って探してみたところ、それっぽいものを発見しました。12歳未満閲覧禁止、優しいままの怖すぎる本音、という CM です。皆さんご存知の、食器用洗剤ジョイの CM になります。ジョイの公式にもアップされていたみたいですが、すでに削除されています。ニコニコ動画に再アップされた動画があるので興味のある方は、12歳未満閲覧禁止、ホモと見る優しいままの怖すぎる本音、で検索してみてください。さて、この CM の冒頭部分に、12歳未満のお子様は絶対にスキップしてください、
という警告がデカデカと表示されます。さらに、目撃証言通り、男の子がただいまと言って帰ってくるシーンから始まり、中に着ている服が青いです。CM の内容が気になる人もいらっしゃると思いますので、軽い解説ぐらいはしておこうと思います。この CM、タイトルの通り、子供の世話をする母親の本音が聞こえてくるという内容になっておりまして、割とえぐい本音が出てきます。グラタンが食べたいという子供に対して、もうほんといや、脂っこいものばかり、とか、チーズの焦げ付きは手洗いしないと落ちねえんだよ、とか、挙句の果てには食費いくらかかると思ってんだよ、と言い出します。どこがジョイの CM やねん、と思うかもしれません。ご安心ください。もし、彼女がジョイ、ジェルタブを使っていたら、というテロップが出てきまして後半は、ジョイを使うことによって心穏やかになった母親になってます。しっかりジョイの CM です。これ、母親の立場の方からすればまた違った感想が出てくると思うのですが、おっさんの私が見てもちょっと嫌な気分になりましたね。12歳未満はスキップしてください、という意味がよくわかりました。確かに子供に見せちゃいけません。これ、前述した通り公式チャンネルにアップされていたものなのですが YouTube 広告としても流れていたのか、よくわかっていません。ただ、この広告ひどくない?というツイートもあったので、広告としても使われていたのだと思います。スキップしてください、という YouTube 広告を飛ばす際の表現が使われていることからも、広告としても流れていた可能性は高いと思います。もし、他にも似たような広告を見たよ、という人はコメントで教えていただけると助かります。以上、謎の YouTube 広告の調査報告でした。12歳未満禁止って何の広告かと思っていたのですが、確かに子供が見ちゃいけない広告でしたね。ホラー系の広告なのかなと思っていたのですが、別の意味で怖かったです。皆さんは何か怖い広告、ありますでしょうか?もし印象に残ったら、ぜひ録画しておいてください。私が知っている怖い広告といえば、以前も動画にしたのですがひたすら一人称視点で自転車が移動するだけの広告ですね。あれは結局、動画をアップロードする際のミスで、間違えて広告映像としてアップロードしてしまったことが原因だったかと思います。そんな感じで、結構簡単に広告を流してしまえるため、一部モラルに欠ける広告を流す人はいらっしゃいますね。今は小学生もスマホで YouTube を見れてしまう時代ですから、そこら辺は何とかしてほしいものです。私が言うのも変な話ですけど。